スイングフィックス。スイングデザイナーの澤田大輔です。90ギリを目指す皆さんをデザインします。スイングデザイナー澤田大輔プロ。プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、2004年ツアーデビュー、2013年にはティーチングプロへ転向し、おもてなしの心で日々スイングをデザインしています。保土ヶ谷バイパス下川インターから5分、最新のトップトレーサーを完備した横浜スパークゴルフクラブからお送りします。今回のテーマはスイングリズムを良くする動作です。まずは素振りでイメージ作りをしたいと思います。クラブをまずフォローを出します。ここからバックスイングをして素振りをします。この時にステップを踏みながら下半身から動いて、その動きにクラブが振られている感じを素振りでまずは体感していただけたらと思います。このようなイメージでまず1球打ってみたいと思います。大きなミスを出さないためにスイングリズムが大事になります。クラブをドライバーに持ち替えましたが、スイングの動作イメージはアイアンと同じと思っていただいて大丈夫です。まずはこのようにステップを踏みます。そのステップに合わせて下半身にクラブが動かされている感覚を大事にしていただけたらと思います。でまずは素振りで同じようにもう一度やっていますが、まずはフォローを出します。フォローを出したところからバックスイングし、ステップ、そのステップに体の回転も合わせていただき、クラブが振られている感覚、この感覚を大事にしていただけたらと思います。では1球打ってみたいと思います。ここでポイントになりますが、実際ボールを打つときはクラブヘッドを前に出して打つことができないです。ではそれをどのようにリズムを表現していったらいいかですが、クラブは出せませんが、下半身でフォローを出すような動きを表現して、このきっかけを入れてからバックスイングに入り、そのままの流れでダウンスイングを行っていただけたらと思います。一つ付け加えると、この今のバックスイングの前のきっかけ、この下半身の動作は切り返しの動きと同じようにイメージしていただけると、スイング全体としては下半身の動きがより良い感じになっていき、スイングリズムも良くなっていきます。では打ってみたいと思います。このバックスイング前の動きのきっかけのこのスイング動作は、あのタイガー・ウッズ選手もやっていますので、皆さんも真似してみてください。骨盤の位置を切り返しのポジションに持っていき、上半身と連動させることでスイングリズムが良くなります。大きなミスが出ないリズムの良いスイングをデザインしていきましょう。